ず行ってみたものの、何か変わりたくて、新しいステージに立ちたくて、新しい…メイクアップは自分自身と向き合う作業です。もっともっと鮮やかになるよね。はい、ヘアメイクしてください。メイクアップはあなたが気づいていない可能性に光を当てることです。なんか撮影をしているプロセスとかヘアメイクの時間を通して、どんどん自分のなんか本来のパワーが芽生えてきた感じがして、すごく変わるでしょ。すごい光を、最後に光を味方につけるのよ。メイクアップをすることで自分が好きになり、自信を持つことができます。理想のプロフィール写真はあなたの未来へのパスポートになります。撮影をしてもらってる間にどんどん楽しくなってきちゃって、楽しくて無邪気な状態の自分が、なんか一番調子がいいなって、背中を押してもらって心を開いてもらって、一緒に私の人生の伴走者になったというような感覚でした。そしてお気に入りの一枚は、あなたがそれを見るたびにあなたの背中